モデルプレスをご覧の皆さん、吉田亮です。明けましておめでとうございます。今年も頑張ります。モデルプレスをご覧の皆さん、吉田亮です。僕が出演させていただいている友達ゲーム、ドラマ版は4月から始まりますので、ぜひご覧ください。モデルプレスをご覧の皆さん、吉田亮です。総合演じております。お願いします。モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは、吉田亮です。僕が出演している映画ママレードボーイが4月27日より、公開いたします。すごくキュンキュンする、そしてキュンキュンだけではない、家族の愛の話だったり、主人公たちの成長の話であったり、すごく人間的な感動できる物語になっています。ぜひ、たくさんの方に、見ていただきたいなと、思っております。映画ママレードボーイ、よろしくお願いします。吉田亮でした。ありがとうございました。モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは、吉田亮です。本日、多摩映画祭に登壇しまして、最優秀新進男優賞いただきました。ありがとうございます。そうですね。まあね、こうやって何かこう賞をいただくっていうのは、こう今日が初めての経験だったので、なんか本当に周りのキャストっていうか、役者さんだったりスタッフさんだったり、素敵な監督の方々と一緒にああいうぐらいに立てたっていうのは、やっぱりありがたいことだなと思っております。そうですね、まあ、今年は本当に映画が8本公開して、まあ、いろんな役をやらせていただいて、でこういう賞をいただくという形で一つ結果になったなというのがあって、すごい良かったですね。これからも、まあ、来年はあんまり今年みたいにバンバン映画公開するわけじゃないんですけど、なんかこれからもですね、なんかいろんな映画に出演させていただいて、たくさんの共演者だったりスタッフさんだったり監督と出会って、新しい出会いがあればいいなと思ってます。ありがとうございました。モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは、吉田亮です。本日6月の21日、何の日か分かりますか皆さん。はい、おめでとうございます。僕の10周年ということで、はい、そんな経ちました。こんなイベントもやってますよ、写真展つって。吉田亮がすごいいます。ぜひ見ていただければ。そしてモデルプレスさんとうちのアメーボ版のコラボ企画、吉沢亮のことを全部知るっていうね、名前のね、企画がそろそろスタートするらしいんで、そちらもぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います。お楽しみに。モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは、吉田亮です。10周年を迎えて、モデルプレスさんとうちのアメボバでなんか企画やったりしてます。はい、これからもよろしくお願いします。モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは、吉田亮です。はい、ということで、マイナビプレゼンツ TGC 東京ガールズコレクションスペースシークレットゲストとして登場させていただきました。ありがとうございます。いや、なかなかね、不安はありましたけど、皆さんの声援を聞いて大変高ぶっております。いや、勝ったなと、皆さんのおかげで。それは嘘ですよ。ということで、ありがとう。モデルプレスをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。吉田亮です。2019年も大変お世話になりました。2020年もですね、まあ、作品も公開したりとか、まあ、撮影もいろいろあるんで、まあ、これからもっともっと皆さんに楽しんでいただけるような作品を
届けていこうと思っております。まずは半沢見てください。1月3日ですよ皆さん、お忘れなく。明けおめー。